はい、今日はこのニトリのボトルミキサーを使ってマンゴーフラペチーノを作っていきたいと思います。結構飲み終わった後ですね、こちらにフラペチーノのカスが残っちゃいますので、こういった掃除道具でできるだけちゃんと掃除するようにしてください。特に夏場ですね、重要ですのでよろしくお願いします。はい、マンゴーはこの業務スーパーのハーフカットマンゴーですね、こちらを使ってきます。もうこれ切ってあるので非常に簡単に使えますね。この半分を丸々使っていきたいと思います。よいしょ。はい、マンゴーは適当に細かく切っていきます。あまり大きいとですね、ニトリのボトルミキサーの方が対応できませんので、できるだけ小さめに切ってあげたいと思います。はい、こんな感じで簡単に切れちゃいますね。はい、まずはこの凍ったままマンゴーをボトルに入れていきます。夏場なのでこういったまな板に残ったマンゴーとかですね、ちょっとくっついちゃいますので、きれいに取っておいてあげてほしいと思います。はい、フラペチーノですので、ちょっと多めに氷は入れておいてください。こんな感じですかね。はい、で、低脂肪乳をボトルの半分ぐらいまで入れていきます。はい、あとこのプレーンヨーグルトですね、大さじ3杯入れていきます。結構安いのが売ってるんでですね、コストパがいい感じです。はい、材料は大体以上ですが、お好みに応じて砂糖をちょびっとだけ入れてください。入れなくても自然な味で十分かと思います。はい、じゃあミキシングしていきます。これあまり混ぜすぎるとですね、凍っちゃうんですね。もう凍っちゃった凍るというか、もう固まっちゃうんですね。なので少しずつ混ぜてあげるという感じがいいかもしれません。これ上の方混ざってないですね。これでもうこれ上、これ氷で固まってますんで、空回りしたらちょっと、下に落としてあげてください。これもうでも混ざんないですね。もうこれでもう出来上がりということで、はい、はい、こんな感じでもうとろりとしてます。もう完全なフラペチーノ状態ですね。もうちょっと大きなミキサーでやると、いいのかもしれないですけど、こちらは一人分なんでお手軽にできるのでよろしいかと思います。美味しい。はい、以上です。